俺ゴルフやんないんだけどさ、左手リードがやっぱりうまくいかないんだよね。どう動いたらいいのかなと思って。どういう球にしたい？空ドロー。空ドローのがかっこいいじゃん。ドローを打ちたいくて、うん、左手リードして、うん、まさかだけどこう状態をこうやって回転してこうやってやる動きをやろうとしてるようなイメージ。それは左手リードだから、もちろんそのイメージ。それは悩んで正解でしょうね。そう。ドローを打ちたいんだったら、うん、その今意識してる動きを捨てれば簡単にドローが打てるから、うん、平井博明のワンナップゴルフ。フェードとストレートを本当に今から打とうとしてるんだったら、うん、その動きをそのままずっと続けてたわ、うん、頭のイメージの中でね、うんうん、でもドローをやっぱ打ちたいっていうんだったら、うん、その動きをした時点でドローはめっちゃくちゃ打ちにくい、うん、そうなの、うん、そうでもね、それ登録になるじゃない。いやそうだよ、だって前ほらカードでもやったじゃん。左手リードして体重移動してボディーターンしてドロー打ちたいんだから、うんうん、それおさらい。おさらいって言うのかな。それは、うん、打ちたい球すぎに悩んでないでしょ。あ、悩んでない悩んでない。やりたいことに悩んでる。そう、左手リードはうまくできないっつってんの。そうだよね。そうだ打ちたいドローっていうのは漠然とあるよ。それは別にそのそこをマッチングさせんやけど、ドローは打ちたいっていうのはもうずっとあってけど、左手リードがうまくいってないだけ今。そこが繋がってないのがダメなの。そう、変な話、うん、この角度でこうやって入ったらドローは出る、うん、はい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 。左手リードでそれをできるかどうかの話。この角度にするよ、うん、この角度にして、うん、でこの角度で、うん、こっちにこうやって入れたら、うん、120% ドローが出る。ドロー出るね。そう、だからその入れ方を、うん、こうやって、うん、できるかどうか、うん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 、要は球を曲げるとかドローを打つってそのクラブの入射のその角度だったり、うん、そのクラブのこの向きフェースアングルが大事なのに、うん、動きを優先する。例えば、うん、さっきトル君が例えとして言ってくれた左手リードで、うん、こう体回転して体重移動でやるじゃない、うん、したらそのクラブの角度とフェース面の向きと入射の角度あるじゃない、うん、それをその動きを入れても優先できるかどうかが重要、うん、だから俺見てて、うん、あの本当思うのは打ちたい球筋が出なくて悩んでるんじゃなくて、うん、あのやりたいことができなくて悩んでるんだなと思う。例えばクラブ をこう上げちゃうとかこうなっちゃうとか自分がそういうのに悩んでるってこと。そう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 、でなったところで取り返せばいいだけだから、うんうん、例えばね、うん、ドローを打つ時に、うんうん、まあセオリーだけで言うよ、うん、セオリーだけで言ったら、うん、インサイドに上げてインサイドからこうやって放ったら、うん、ドローは出るけども、うん、アウトに上がったって、うん、アウトに上がった分インサイドに取り戻せばドローは出るわけよ、うん、こうやってフックが出る。ああ本当だ。曲がるわけ、うんうん、だからそれがスイング中に何をやってるかどうかな、うん、だから、はい、アウトに上がることが悪いわけじゃなくて、うん、アウトに上がった分ドローを打つためにはどっから入れるかだから、それが考えられてなかったら、うん、アウトに上がったはいドローは打てないねってなっちゃう。やっぱりそういう風にじゃ悩んでる人って多いの。多いと思う、多いと思う。なんて言うんだろう、こうこういう球が出るからどうしたらいいんですかじゃなくて、うん、こうなっちゃうんですけどどう直せばいいんですかみたいな、うん、体がこう動いちゃうんですけどみたいな方が多いんだ。多い。でも関係ない。関係ないな、いつも言うやつ、うん、その打ちたい球にそれ関係なかったら直さなくていいってこと。直さなくていい。あ、でも直したくなっちゃってるわけだ、みんな。そう、直した、要は自分が気に入ってないだけだから。ああ、じゃあ球には関係ないんだ、その動きは。関係ないな。他気をつけたらもっといい球出る。他気にしたら。なるほどね。あ、そう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 。でも自分のスイングね、動画で撮ったらやっぱその特徴あるところにね目いくから、目うん、そうだよね。だからそこ直したくなっちゃうってことでしょ。なんでかどうかはちょっとつながるかわからないけど、うんうん、俺の師匠草壁プロは、うん、ループ、ね、ループなんだよね、うん。ループ書いてこうやってあげて。うん、インサイドから入れるのにフェードを打つんだよ。そこでもうさ話は繋がらないじゃない。そうだね。そう、そんなことありえないから。
そんなことってその坂部さんのスイングの球筋がありえないんじゃなくて、こう上がったらこの球は打てなくなるっていうのはありえないから。あ、じゃあそうやっても打とうと思えば打てる、打てるの打てるの関係ないの。じゃその人のそれが打ち方なんだったら、そこからどういうふうにその打ちたい球を実現するかになるわけだ。そうだから好き嫌いを球筋の云々に置き換えちゃってると、あ結局なんだろう、伸びしろを潰してるからね。そっか、うん、へえ。そうだからよっぽどのことがない限りスイングは俺は直さないっていう。そうだね、そうだね、うん、だから本当に関係ないからねそういうことなんだね。そうただ一つ言えることは、これ8番ね、8番で150飛ばしたいのに、これじゃ無理でしょっていうことを言ってるわけよ。踏み込むよね、そうだから前の動画でも言ったけど、振ってる力感っていうかスピード感とかそういうのを見るために、要はカメラ通したら分からないっていうじゃない、そうだそういうところだから、球筋に球を曲げるのにスイング自体の動きっていうのは、9割方関係ないよね。ああ、じゃあやっぱり見てもらってどこが悪さしてるかをちゃんと判断してもらわないとダメだ。そう最近多い例やっていい、上げて、こうやって下ろしてくるでしょ、下ろしてきた時に俺肩回転不足がよく指摘するんだけど、頭を残して肩が止まるのね、それでクラブがこうやってリードしちゃうの、そうするとああやって左行くのね、捕まっちゃう、引っ掛けるんだけど、だから肩って、こういう回転するでしょ、こうじゃないじゃない。あそうだね、そう頭止めると肩って縦回転するのね、こうやって、ああそっか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 、それでああいう球が出る。そっか軸が斜めになっちゃうんだ。そう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 、だから右脇腹を送ってあげるの、頭残してもいいからこうやって、はいはい、はい、そうすると球は左に向かない、だから頭を残しそうとして肩回転が止まると、クラブの反発が良すぎる、はいはい、ダメだなこれサロンになっちゃうなまあいいか、それは、結局T 字？ピンクやろ。T 字なのよ、この胸の回転、肩の回転の正面にヘッドがすでにこうやってあったらたまって曲がんないの、でそれに対して今肩止めて左行ったっていうのは、肩が止まるとヘッドだけこうやっていくでしょ。ヘッドは止まれないから。そっかそっかそっか。でこうやって体の動きに対してクラブが反発してこうやって走るでしょ。それで左行くから。ああそれでそういうことか。そう。それが起こってるから結局で、その理解がない方の判断って振りすぎて左行ってると思うのね。ああなるほど。振らなすぎなの。そう回転しなさすぎて緩みで左行ってる。あじゃあより回ってみたら実は左行かないってこと？そりゃそう、振ったら右行くから本当は。へえ。振って左行くのはこうやってやってるからね。なるほど。そうやりすぎ。へえ。そうそうそう、肩回転止まってクラブだけのそのスピードが速すぎる人が左行ってるから、でそういう人の判断は振ったら左行くって言ってる。普通振ったら右行くんだから、今日の方もそうだった。へもうね、ボクシングやってる方で、すっごいの体で、その方がめっちゃくちゃ素直な結果が出る方で、その方 T 字意識して左脇意識して、こうやって打ってもらった、そしたらあれってナイスボール出る、それでもうちょっと振りたいです、じゃあもうちょっと振りましょう、で振ったら右行くわけよ、振った分、こうやって、はいはいはい、あっていくプレー、それはさっきの遠心力よりも振ったら圧がかかる、だからこうやってクラブが遅れるんだ、それをだから振った分もうちょっと締め感をきつくしてクラブの振られをなくしてくださいって言った、したらさどん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 距離が伸びる、ああ、すごいから、あなるほどね、耐えられるわ、だそういう風に素直な結果が出る方って上達がめちゃくちゃ早い、そうだね、だからそのまあ、理屈も知ってるんだけどね、その方は、ちゃんとクラブが振ったら遅れるから遅れないようにこうやって左脇締めて、クラブをこうやって前に出してあげる、それをやっていただいたら、やっぱり今日で2回目だったのかなですよ。あ、そうなんだ。そうなのに上達レベルの方が早いびっくりしたから。
そう、だからそれを相当やっていただいてて、うんうん、だからその動きっていうのは、うん、あのその方も一緒で、うん、気持ちよくなってくると、うん、だんだん緩んでくる、はいはい、緩んでくると右左右左左左左って行き出すよね、ダフって、うん、それでもっと振ってください、右送ってくださいって言ったらいい球、なんなら下止めて、うん、スパイクの上にアライメント棒を乗せて、うん、そのアライメント棒を落とさないように、うん、バチンって打つのが一番いい球出るわけ、へえ、そう、だそれを遅れてるからちゃんと回転できてる、うん、そういう結果、もうだから2人で気持ちよくなっちゃう感じで、ね、レッスンやってて、うん、そうなんだね、でその方すごくこうね、あ、うん、ちゃんと言ったことを宿題としてやってきてくださって、うん、ですごくもう来た時点で前回より全然違う球打って、うん、で練習内容聞いたらそれでしっかりやってましたっていうんで、そう、それだったらやっぱちゃんとね結果は出てるし、球も飛ぶようになってるし、うん、そういう結局その上の回転ができてると結果として球は左に行かなくなるから、どん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 あとは上を振れば振るほど球は前に行く状態なんで、そういう状態にするのが難しい、それは考えてることと打ってる球が一致してなかったらできないことだから、だからこうただクラブを振ればいいってもんじゃないし、体を回せばいいってもんじゃないし、もちろんこうクラブが同調してないといけないってこと、それは大前提の上で何をやるかだから、そういう理解がないとなかなか上達は難しいね。ああそうなんだね、見て思うことは、うん、スイングに悩んでないのよ、うんうん、そうやってることに悩んでるから、ああもう見てて本当それはね、うん、レッスンに来た方は半分ぐらいはそうなんだけど、うん、見てて悩んでるなって思う方もそうだし、もう悩んでますって言っちゃう方もそうなんだけど、うん、スイングに悩んではないの、自分のやってることに悩んでるから、あそこは悩むとこじゃないから、うんうん、まずそこ変わんなきゃダメ、ね、ああそうだよね、そうか、悩みがあったら、悩みっていうか迷いがあってやってるってことそうでしょ、正しいかどうか分かんなくて満々にやってないから、自信満々に平井さん見てくださいよみたいな感じで、うん、合ってる間違ってる関係なくやるんだったら、うん、いやー思い切りいいですねっていう、そうだよね、そうだよね、なるけど恐る恐るやると、うんうんうん、やっぱりそういう球しか出ないし、あやっぱりそのあれか、その理論が自分に必要かどうかとか確信がないままやってるから迷いが出てきちゃうんだ、そう、取り入れる段階で自分に必要かどうかが分かんなくて入れてる証拠じゃない、うんうん、そうそうそう、ね、そうそうそう、そうだよね、そういうこと、そう、うん、絶対これが自分に必要なことだったら、うん、自信満々にやると思うのよ、そうだね、誰が見てても、でもこれってやっていいんですかってことは、うん、分からずして入れてることなんだよね、やっぱそういう質問も多いの、レッスン来て、全然あのこれって、うん、そうそうこれってやっていいんですかとか、こういう風にした方がいいんですかとか、そう、あそう、そこはその質問の前に、うん、自分はこういう球でこの距離を打ちたいんですけど、うん、こういうのをやれていいんですかっていう聞き方だったら答えは簡単なのよ、なるほどね、そう、例えば8番で130ヤード打つのにこの動きって必要ですか、うんうんうん、でプラスドローです、うん、っていうんだったら答えは簡単なの、うんうんうん、パンって出る、うん、だけどただこの動きってどうなんですかっていうと、うん、また俺から質問するよ、うんうんうん、どういう球打つんですか、うん、何ヤード打つんですか、うんうんうん、ってなるから、うん、その往復が会話としてなるから、なるほどね、そう、その時点で自分が何ヤード飛ばそうとしてて、うん、こういう球打ちたくて、うん、それに対してその理論を絶対入れなきゃいけなかったって思ってやってないからね、うん、うん、そういうことね、うん、分かった分かった、そういうことか、よく分かった、怖い、例えるならあれでしょ、数学の問題解こうとして、うん、いや平井先生この公式で解こうと思うんですけどいいですかって聞かれてるんだけど、いや問題見てないから分かんないよ、そうだね、まさにそうだね、いやどんな球打ちたいのでしょ、どんな問題解きたいの、どういう答え出したいのか分かんないのに、いやこの公式使いたいんですけどって言われても、いやちょっと見てみないとそれ使うかどうか分かんねえやってなっちゃう、そうなの、本当そう、こういう式で解きたいんですけどって、いやちょっとどういう問題でどんな答えになるか見ないと分かんないわってなっちゃうってことだよね、そうまさにそう、そうだよね、そう、何をしたいかが先に先にないと、うん、
それは登録と俺関係なしにしても自分で動画引っ張ってくるにしてもそういうことよね。自分のやりたい結果答えが分かってなかったら絶対引っ張ってくるものは分からないはずなの。ああそっか、やっぱりましてや自分のスイングが分かってないと、うん、それが合うかどうかも分からない、ね、YouTube の弊害、うん、そうだってさ、そのやりたい理論がもしあったとして、うん、それは何のためにやるかとかまで出てこないじゃん多分、うん、か言ってくれてないことが多かったら、うん、やっぱりそういうことになるよね、うん、だからみんな迷子になっちゃうんだ。変な話、うん、ハンドファーストを今回やります、うんうんうん、でハンドファーストにするにはこうやってやってこうやって打ったらハンドファーストになりますよ、うんうんうん、で終わるじゃない。終わる。いやそれはだから何をどの球を打とうとしてるからそれを入れなきゃいけないの、どういう場面で入れるのって。そうだよね。でしょ、うん、そう、それって試合経験だから。ああ、そうなんだ。試合に出てそれを必要としてる場面を知ってる人じゃなかったらその場面ですよって言えないからね、うん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 、そうか、うん、なるほど。そのやり方が正しかったとしても、そうだ、ね、じゃあどこで入れるの。そうだよね。ここで入れられる、ここで入れられるっていう。あ、だけどなんかじゃあ全部に入れるみたいになっちゃうわけだ、見る方は。そう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 。ハンドファーストのスイングが全部出来上がるでしょ。ああ。打てるところと打てないところが絶対出てくるでしょ、うん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 、だから例えばツアーを知ってる人とか、うんうん、試合を知ってる人って、うん、ハンドファーストにしろハンドファーストにしろってあんまり言わない、うん、ああそうなんだ。そう、ハンドファーストは悪いことじゃないんだよ、うん、やった方がいい場面だって絶対ある、うん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 、だけどハンドファーストの方が飛びますよとか、うん、いいですよって言ったら、うん、ハンドファーストがじゃあ基本なのねってなっちゃう。なっちゃうね。そう、だから言わない、うん、あとはやろうとしなくてもプロは結果的になってることが多いから そこだけ切り取ってそうハンドファーストに当てないとってなっちゃうんだよね。そう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 、自信満々でどの場面でハンドファーストは使えますよ使えませんよって聞いた方がいいよね。あ、ここでは使えますかって、ここでは使えますか、はいはい、うんうん、もしやりたいなら、うんうん、まあ、今ちょっと例えとしてハンドファースト言ったけど、うんうん、例えば他の理論もそうよね。全部全部そういうことよね、うん、例えばバンカーの距離を出すバンカーショットと、うんうん、距離を出さないバンカーショットの内訳もそうだし、うんうん、だそういうのって常にそれをやっていいんですかと、うんうん、こういう場面では使えるし顎の高さとかね、うんうん、それも全部試合経験だからね、うんうん、まあ、だいぶ深い話になっちゃったね、うんうん、トル君、ドロー打ってもいいんだけどねそういう話になる。そうそうだね。そう、ただトル君が何も球にストレートボール打とうとして、うん、球に色加えないで打って、うん、ナチュラルドローが出るとするじゃない、うんうんうん、トル君、そしたらドロー打っちゃいけないからね。あ、そうなんだ。わざとは。そう、あ、じゃあ打たない方がいいね。そう、ナチュラルのドローを打ち続けた。そうだよね。多分俺ドローだから普通に打ったらドロー系だよ。そうそうそう。じゃ打っちゃダメだ。そうだからドローになるのをずっと待ってればいい、うん、だから常にずっとドローが、多分薄いドローが出るから、それをずっと打ち続けるしか方がいいんだね。そう、それがなんかそのままだから。そうだからね、多分、うん、ポール君も俺もストレートがイレギュラーだからね。ストレート打たないとストレート打てない。そっかそっかそっか。そこまで理解してると意外とゴルフって楽に考えられるようになってくる、そうだからそういうのは結構大事だな、うん、結構考え方が大切なんだね。考え方だね、ほとんどね、うん、ほんと思う。サロンメンバーの方とちょっと最近ラウンドする機会があって、お二人ラウンドしたんだけど、ゴルフを変えるっていうよりも頭の中を変えたくてしょうがないのね、ほんま。そうだから、ラウンドを何するわけでもなく、何言うわけでもなく、うん、そのこのショットはこういう心境で打ってくださいとか、そういうことを言うから、ね、そっちの方が大事なの。大事。結構多いのは、うん、ロングのパー5のティーショット、うんうん、ちょっとヒール食って飛ばなかったり、ちょっと曲がってラフ行ったり、そうするとちょっと無理なライでも、うん、一番手でも長いクラブ持って、うん、1ヤードでもグリーンの近くに持ってこうってする人がほとんど、うん、ああそうだね。そう、それはもうダメなの。絶対ダメ、絶対ダメ。そう、完璧に、だってスプーン持って完璧に普通に打てるんだったらそんなこと考えないからね。ああそうか。そう、もしかしたらって、ああもしかしないんだから、ヘアウェイ真ん中は普通にスプーン持てるんだから。うんうんうん、うんうん、でもちょいラフで、うん、これちょっと
とかっくらんしたら、うん、グリーン近くまで行って、うん、ウォッツアンバーディーみたいなことを考えてるとスコアは良くなる、うんうんうん、そういうことが多々ある、うんうん、そういうのもちょっとなくしていただいて完璧なマネジメントをすることをコースでは心がけていただければと思います。今回はですねトール君にドローを禁止しましたという動画を撮ってみました悩みをどこに置いているかにもよるんですけどもやってることに悩まないでください、うん、スイングに悩むのはそれはいいですよいいけども何かを取り入れたり自分のやってることに悩むっていうことは良くないのでやってることに関しては自信満々に取り組んでいただければと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますのでぜひご入会よろしくお願いします。